食べられないわけじゃないですよ、僕は。これディップうまいでしょ。まあ、これがなければ食べられないもん。これがあるとできないけど、これがあるから、あのよくあのセロリとか買ってきて、浅すぎて、はい、さっきのやつ、あの写真撮りたいと、柔らかに撮って本人を送りたいと思いますので、ご協力お願いします。あ、いいですよ、はい、はい。出てこんさん、これ本家作った羊飼いのサラダです。羊飼いのサラダ、ウズベキスタンの料理ですね。あの結構ユーロッパのことがこうやって食うんです。ほう、最近こういうの凝ってるんですか。いや、前からです。前、料理は上手ですよね。どこでウズベキスタンの料理を覚えるんですか。ウズベキスタン原始的なサラダです。いやー、皆さん、こんばんは。さっきまで、はい、私、浦添の山田博さん、博先生の、講演会の方にいたんですけど、はい、急遽ですね、この糸満市にあります沖縄本島最南端の宿、南の楽園の方に、すとんできまして、非常に怪しげないわゆる、沖縄ネトウヨ会議という変な会議に出演しております。まあ、皆さんご覧の通り、はい、ヒロさんどうもこんばんはでございます。あの、あ、どうも大鉄さん、ニラありがとうございます。もう映ってる通り、はい、強烈なメンバーが3名映っております。まずご紹介したいと思います。今手を振ってるのはですね、あの今巷で、この売春不増の彼氏と言われております、金色のね、金色の、あの象が彼女と言ってはばからない。はい、お名前、お名前は。ありがとうございます。はい、あ、どうも、宮平です。はい、あの宮平大作さんでございます。はい、そしてど真ん中にドーンといるのはもう皆さんご存知ですね。あのとにかく左翼の方々から見ると、もう目の上の炭鉱部というか天敵というか、もう本当にコックローチ状態になっております。はい、クリリンでございます。そして私、ボギー、テドコン、まあ、この3名が集まりますと本当に都合の悪い人たちがいっぱいいるようなんですけど、今日はもう皆さんビールなんですよ、ね、もう私はもうこれなんです。はい、カイパーさん、カイパーカイパー。他にもですね、正面にもっといっぱい集まってるんですけど、はい、ファインダーの中にちょっとあの入れるとまずい一般の方々ですので、はい、今3名だけ5つおります。しかしこれに今日、はい、料理たくさんありますね。全部自作しました、僕が。自作、これちょっと皆さんに自作の料理見せてもらえますかね。はい、半分食べちゃったんですけどね、これカプレーゼ。カプレーゼ、ほら、はい、イタリア料理ですね。羊飼いの、はい、これがね、羊飼いのサラダ、ウズベキスタンの原始的なサラダですね。これまたうまいですよ、慣れると。どんな、まず食べてみましょうね。うん、うん、簡単、いけるいける。これ簡単ですよ。あのね、作り方はトマトとキュウリと玉ねぎ、あとね、ピーマンも入ると結構味が変わっていいんですけど、それを1センチ角に刻んでそうそう、1センチ角に刻んで、オリーブオイル、塩コショウ、レモン汁で味付けするんだ。もうそれだけ。うん、うん、で、今のこれがカプレーゼです、ね、カプレーゼですよね。あのトマトとモッツァレラチーズとバジルのサラダ。楽園のオーナーもすごいね。これバジルは生ですね。生バジルです。さあ、こんな感じで、香りが違うんですね。こんな感じでございます。これクリリンの手作りっていうことで、ちょっとうまいです。これね、結構女性向けもいいですね。皆さんも簡単ですよ。切ってね、トマト、モッツァレラチーズ、バジルって重ねていって、最後オリーブオイル、塩コショウ、レモン、味付けは一緒なんですけどね、先ほどの羊飼いのサラダ、それとそれで和型に作ると大変美しくなるんですよね。おお、しかしこれワインと合いそうですね。合いますね、やっぱり。赤ですか、赤、絶対に赤。そうですか。この場所で赤っていうのはどうなんですか。あと、るのも赤なんだ。あと、テレモンさん、この野菜スティック&スペシャルディップもどうぞ。さあ、これクリリンが作った野菜スティックと、これがスペシャルディップ。スペシャルディップ、これ
子供がね生野菜をバリバリ食べたくなるスペシャルディップなんです。これ、これ何でできてるんですか。これはですね、7割方ごまをフライパンでいって、うん、すり鉢で、うん、一生懸命すって、うん、マヨネーズと砂糖と、うん、塩コショウ、あと醤油で和えたものです。まあ、ほとんどがじゃあごまっていう。そうです。この香りで生野菜がバリバリいける。お子さんでもね、野菜嫌いのお子さんでもね、食べとても美味しくて食べてしまうというスペシャルディップ。これ大根ですよ皆さん。大根。はい。うまっ。うまいですね。これはね本当おすすめです。ごまはね昔からねごまかすって言われるので、ね、全てごまでねどうにかなっちゃうぐらいの香りが強い食品なんで、おすすめです。革命には昔からそう言ってもらいます。ああ、言ってくれればいいですか。そうそうそう。しかもねカロリーはね、うん、低いですよ。野菜中心ですから。内臓もきれいになる。今日はなんかでも野菜中心のおつまみですね。そうです。大作さんがダイエットしてるっていうからちょっと僕なりに考えてやったんですよ。ありがとうございますでしょ。自分なんか最高です。人参こうやって多分大好きなんですよ。パリパリと、まあ、うさぎ年生まれのせいかもしれないんですけど、であとなんか怪しいコーラがあるんですよね。はいはい、はい、どうぞ。これでもギャップあるでしょ。うなぎコーラということで、ね、ありがとうございます。口を開けば左右に出しないと思ってる俺が。これもちょっと飲んでみたいと思います。それは逆もええな。だって当選するってさ1年間で10キロぐらいしたら3キロ。なんか口の上でうなぎが跳ねてるような気もしないでもないんですけど、なんとなくうなぎのタレが炭酸になったようなそんな感じのコーラですけど、結構いけますね、これ。これ、静岡で。静岡。琉球アワシってこの前大作さんや、はい、紹介してくれた会社が作ってる商品です。へぇ、そうなんですよ。すごいですね、これね。うなぎがまさか飲み物になると思わなかったですね。沖縄には王道のルートビアがありますけど。お、また。またお客さんですかね。じゃあすごいですよ。次々に。お口直しにちょっと素晴らしい写真。はい。リスナーさんに見せられない素晴らしい写真見せましょうか。はい、まさか対策さんの裸の写真。いやーそんな写真はもうもっとレアです。もっとレアいや一応ね網張ってるんですけど、対策さん最近松山とかには出かけてないんで情報が入ってきてない。お、ブルちゃんこんばんは。やっぱりハニトラ気つけてるんですかね。いや、どっちかというとハニトラカモンなんですよね。マジですか。マジですか。でも公言しとけば金色の像は何もしてこない。これぐらい余裕だから、ね、これね、やっぱハニトラ来たなみたいな。ベルさんどうも焼き鳥ありがとうございます。でも、ね、今日もこの通り俺にハニトラかけたところで刺身と思いきやなんと、すいません、野菜なんですよね。あ、しゅんさんどうもこんばんは、こでございます。今日はいつものちょっとボディチャンネルとは趣を変えまして、はい、沖縄ネトウヨ会議ということで、はい、まあネトウヨなのかリアルウヨなのか全然わかんない。あ、はい、富雄さんからもニラいただきました、ありがとうございます。いやでもたまにはこういうのいいですよね。はい、ここちなみにで、ここが南の楽園でございます。で来月9日にはこの近くの海で、はい、ちょっとビシパティしようと。ビザーラも海でもここ来ない、うん、来ない来ない来ない、エリアがないですか、ね、やっぱり健康的な生活もうちょっと見せられないですよ、リスナーさんには。まあこれは確かに見せられないですね。誰か分かりますでしょ。もしかしてあの方ですか。あの方ですよ。若いですね。若いでしょ。唇もピンク赤いですね、はい、でその人が残したコメントも残ってあるんです、はい、なんて残したんですか、はい、うわあ、ゆきんさんこんばんは、これでございます、はい、初恋が生まれる店
うん、おお帰ってますね。初恋が生まれる店、あの方ですね。あの方なんですよ。こんなふざけたこと書くんですね。あんすよ。あんなスーツつけて真面目な顔して、そう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 、信じられないですね。いろいろ暴露話が早速始まっております。これはあのリスナーさんには内緒でお願いします。はい、ありがとうございます。しかし今日も、はい、ここで会議があるっていうことで駆けつけたんですが、よもやこんな賑やかな会議とは全く思わなかったですね。あのでせっかくおはあの3つ一緒に口に入れないと、今ねせっかくあのクリリンもいますんで、クリリンにあのちょっと皆さんあの辺野古の、はいはいはい、今のちょっと現状っていうのを、あ今の現状ですか、わかります、あのねあのまだ桜じゃ言ってないですけど、あだったんだいぶ仲間割れしてるんですよあいつこれもあの去年ぐらいからね、基地引き取り論っていうのが出てきたじゃないですか。はい、出ました。はい、あれでね、例えばあのなんだかな、元名護ほら名護市議で不倫してて略奪婚でなぜかあの名護市議のくせにずっとなんか沖縄あ琉球新報のにあの名護の市議会の秘密の情報がどんどん流れるっていう事件があったんですよ。うんでなんでかって言うと、ね、その名護市議が琉球新報の女性記者にずっと情報を垂れ流してて、女性記者に、そう、そしてなんか陰備な香りがしてきましたね。あバッチリあの略奪婚でその後くっついたんですけど、そいつがあの山城博士を名前は言えないですけどね、訴えられちゃうから山城博士がを殺服して、山城博士はほら基地完全撤退論じゃないですか。そうです ね、はい、殺服して、はい、あの山城博士を基地引き取り論者たちが味方につけてるとかそんなことを言い始めて、うん、そしたらもう、まあ、あの何ですか、左翼同士の罵り合いがずっと今あっててですね、女性がずっと僕ウォッチしてたんですよそれ。いやじゃあしばらくお笑いのネタには困らない、困らないですね。あのもう本当ね、打ち毛場が激しいんですよねあいつは。実はよく見ててください、あの基地引き取り論者のツイッターアカウント見てると面白いですよ。香ばしい、香ばしい。あとまだもう一つ、桜で言ってないネタ一つ。いいですか？なんだかな、2,3 年前からね、ずっとね、あるあの反差別の団体が LGBT の団体にずっとすり寄ってたじゃないですか。やってましたね。いろんなイベントとかにもね、どんどんやってたでしょ。はい、呼んでやってましたけど。例えばあの某訴訟団のなんですか、経歴が小学校の頃からずっと朝鮮学校で大学に入って弁護士資格取って沖縄で弁護士してるっていう謎のそういう経歴の人たちも自分のアイコンの横にレインボーフラッグを掲げるぐらいの弁護士がいたんですよね。ちょっとまた一時期すごい流行ってましたね。まだいますよね。でも某なんとかネットさん一切沖縄の LGBT 団体のことを言わなくなったじゃないですか。全く今触れませんね。触れませんね。何にも触れないし、ね、マークも使わないし触れませんよね。どうしたんですかね急に。どうしたんですかって、もうこれこれえこれこれで揉めたに決まってるじゃないですか。そんなもんあいつらが揉め事を起こすときって大体これですね。これそう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 、これなんですね。そうそうそう、あのまああの落ち着いたらもう全部暴露しようと思うんで僕は。はい、はい、いやでもね、よく普天間基地のテープ貼ってるおばばたちは岩国へって書いてましたよね。あれは引き取り論者側ですね。ほらよぼよぼの白人のおっちゃんがフェンスな、それラミレスさんですね。そうラミレス、ラミス、ラミス、ラミレスはほらやってるまあまあまあ、そこら辺ほら実名出しちゃうといつ僕も大作者も訴えられるか分かんないんで。いやだからなんで俺なんで俺を巻き添えにしようとするんですか。俺一人だけとか寂しいじゃん。私は一番もう実はでも黒幕ですよ、ね、いや本当いや今日実はね、このほらこの配信やるって言った時にほら桜じゃ言えない話ってあるじゃないですか。どんな話か大体わかります。桜でね、我々言いたいけどニュースほらこんなに強いニュースソースがあるのに喋れないっていうと、なんでかっていうと奥さんが水島社長訴えてるじゃないですか。
出た出た爆弾が出たそれだいやねずっとねあの皆さん知らなかったとあの大作大作ちゃん奥さんの息子っていうのは知らなかったと思うんですけど話していいのかどうかってあって突然ねあのほら玉神さんのことで急に訴えたりするからうちらも下手に話題できないよ。俺ウィキペディア見てびっくりしました。あの何ですか。はっきり言うけど私が一番複雑なの。わかります。この複雑な気持ち。あでもウィキペディア見たときね本当そう思ったよ。ウィキペディア。ウィキペディア。対策さん載ってるんですか。あのお父さんの。お父さんの。お父さんの。息子って名前を載ってるんですかね。いやいや、いや、痩せないで、逆に。この間の正論にね、この男名前出てましたから。エラそこだっけ？エラそこにも出てたよね。そのままの子は、エラそこが何なのかもわからないし。エラ呼吸速報だよ。エラ呼吸速報。いやだから今日のね話題の中心はねやっぱりどうぞどうぞ、はい、あんまりほらさくらじゃ流せない父奥重春についてということを、ね、いいですね大作さんにね語ってもらいたいと思うんですよ、はい、ていうかなんであの起訴されることを喜んでるのあなたの父ちゃんあれなんですよ僕はこれ、うん、言えないですよね、うん、どこまで言っていいかっていうかあれ なんだよ空気がいや言っていいところまでどこまで言っていいかっていう話になると、はい、この話あの奄美の埋め立て土砂の最終市の大和村あ、うん、あそれは知らない大和村のね大和村だけじゃなくて奄、ね、美の島中があれ小沢さんの力って言ってるんだけどそこでゴニャ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 それはあの別にあの聞いてみますよじゃあ僕が俺から言われたって言うんだよいやもう言ってるんであそっか言ってる俺はそれ言ってるんでもう俺は別に某小沢とはあなたの父ちゃんが関係あるのか俺一言も言ってないよゴニョ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 俺なんか知り合いの人に自衛隊の人いるんですけどそしたら奥重治さんの名前出てきましたよあそうですか大した人間じゃないですよ そんなこと言ったらあるじゃない辺のこのあの土地転がすとか全然繋がってきてるそうそう小沢さん結構ねあの辺野古の人たちが言うには娘と二人でドライブしたりとか釣りしてるとかいう目撃情報は結構あるんですようんこんな感じですよなんか下野座に土地も持ってるらしいですよね辺野古にもあります辺野古にもある詳しいっすね確かあの今度千葉を教えてもらってちょっと陶器でも取ろうかなと思って、ま、ああいいですね、うん、詳しいお詳しいあとね辺野古の謎の共産党の土地とかいう問題もありますし、ね、あるでしょうねいろいろね、まあ、聞いた話なんですけどあれもともと瀬長亀次郎の強烈な支援者がいて辺野古に辺野古に土地持ってて、うん、でそれを、まあ、言っちゃ悪いですけど、まあ、共産党ですからねなんかかすめ取ったみたいな感じになったらしいですよ歌手うちの息子のこと亀次郎って言ったんだこの人言ったっけいや亀次郎さんは本当ね人気もあるしもう本当アメリカ軍が復帰前に亀次郎さんにやったっていうのは本当に、ね、ものすごいひどいことやってたんですよ、まあ、でもねそのおかげで国道1号線じゃなかった旧国1号線58号線があれだけ渋滞するっていうのは亀次郎のせいもあるんですけどね、うん、今日はよく噛みますね酔ってるからまだまだそんないや本当に夏の夜の夢ですね亀次郎、まあ、沖縄のいわゆる復帰前の人民党の、まあ、有名な政治家ですね、まあ、現共産党ですけど、まあ、当時沖縄ではまさにカリスマ政治家として非常に人気のあった方で、まあ、今の現在の奥さ用の方は自分たちにあまりにも人望がないもんですから過去の人間を引っ張ってきてそれでやってるような感じでございますいや本当58号線オレンジですかいやハーフ&ハーフですしょっちゅうやってるんですよ海パン先生ハマるんだよね美味しいいや本当58号線を緊急時のドイツのアウトバーンの構想と一緒で緊急時の
あの滑走路側に使えるようにっていう構想があったじゃないですか、はい、ありました。それを絶対に反対したのが瀬長亀次郎だったでしょ。うん、だからあのお色変わりますね。そうですよ。ハーフエンハーフハーフエンでハーニューハーフハーそういう趣味だったんですね。大作さんってあのハードゲーマーあハードゲーマーハードハードゲーマーハードコアハードゲーかと思ってもしかしてあ、誰がハードゲーやねん。同じチームペンチのミノルさんがね言ってくれてますけどね正直ねこういう放送に載せたりとかさくらで言えるネタって持ってる情報の2割ぐらいじゃないですか。そうです、はい、だいたい手所さんもっとやばい情報持ってますよ。ほら例えばあのこの間のね、山城英二逮捕予告の時とかあのあんまりね僕とテトコさん情報交換しないんですよ。しないんですけどね。そうしないんだけどなんでかっていうと精度を高めるため。例えば ABCD のうちの情報を僕とテトコさんがこう受け取るじゃないですか、それぞれで。そしてこういう情報ありますけどって言ったらテトコさんが別ルートから仕入れた情報と付き合わせて、あ、じゃあこれは精度が高いなっていう情報をパッと出すっていう形になってます。そうそうそう、やっぱり検証しないとね。そうそうそう、だから全くね、うん、あの別ルートの情報もがをお互い持ってて、そこで付き合わせて精度を高めてるんですよ、うちらは。そうだから山城博司が逮捕されるっていうのもね、そう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 、最後はあのデマだって言いましたけど、言いましたけど僕がね信じてるユタがね山城博司は逮捕されるウートとつってたから、ね、言うよね言うんですよね。まっ、あ、ちゃんの歌聞きましたか、歌。あ、聞きました。あ、コクがある、これうまっ。美味しい、美味しいですね、やっぱ。ほう、僕黒ビールが好きなんですよ。あ、私も好きですね。ノンアルコールの黒ビールうまいんですよ。はい、まっちゃんのあの歌う歌俺二つ聞きましたけど二つとも面白かったですね。いや、彼女なかなか芸が深いですよ。ガッキーだ。もしもし。いや、まあそんな感じで本当に信憑性をね、あの高めていく。ロートビアでもないですよ、今飲んでる。さて、あーって対策さん、さっきから喋りたいようなんですけど、あ、そうそうそう、朝日新聞について一言お願いします。朝日新聞は お父さん断られたらしいんですよ。本当に大変でしょう。こっちはもうお願いしますよ。あのちょうどですね、昨日ね、あの、うん、出頭命令が出たそうで、はい、で29日の午前9時半に出頭命令が出てるそうで、これであの起訴されるか不起訴になるかが決まるそうです。なんかね、あの不起訴にしそうじゃない。僕も不起訴になるんじゃないかな、韓国あれ以上騒がれたら困るでしょ。あの、だってあの、ね、奥さん今韓国政府に対する爆弾大量に抱えた状態で突っ込んでいこうとしてるじゃん。分かんないですけど、それを法廷で炸裂させようとするのも韓国検察も聞かんでしょ。どうなのかね。だからね、僕ひょっとしたらね不起訴になるんじゃないかと思ったら、不起訴になったら暴れるって逆逆ちょっとやっぱり爆弾持ってるんでしょうね。置いといてから、そうそう、多分裁判されたくないんじゃないですかね、うん、でもやる気満々なんでしょ、本人は。人参も食べてるんですけど、うん、やる気はある。でもなんで日本政府が出てこないんですかね、彼の場合は。だからこれも、いやね、実際あれじゃないですか、外務省、あれじゃないですか、人事が変わったじゃないですか、外務大臣変わったから、うん、だからそういう影響もあるじゃないですか。いや、実際に動いてくれた国会議員いるんですよ。います、うんうん、水面下で動いてくれた方はいらっしゃるんですけど、はい、うん、名前はね、やっぱそのタイミング、うん、
狙ってるのか分かんないですけど、まあ、今そういうことですよ。数人の、ね、国会議員紹介してから電話しろって言って、ね、電話番号送ったのに、後でお礼の一言もないのがこれ、こいつ、言ったしこの人出前行ってますよ。違う、お礼がね、ありがとうございますって言ったのに、薄い俺も本当に駆けずり回ってあらゆるつてを使って国会議員さんをこの男に紹介したのよ。ありがとうございますって言ったじゃないですか。今日はもうアイデアで3つでやってもらおう。たまたまね、あの国会議員さん本人とかが知り合いだったりとか、あと秘書さんが結構親しくさせてもらったりとか、秘書さんと元同僚の方が知り合いにいたんで、もうほら保守系の議員さんを散々、ね、そのつて頼ってね、何大作ちゃん誰々先生とアポが取れたから電話してくれとかね、電話番号はこれだとか一生懸命やったんだけど、あざーすみたいな反応が、あざーすみたいな。違います、ありがとうございますって私は言いました。言いましたよ、わざわざ山田先生の、あほら山田先生の時なんかね、あれですよ、最近もですね、この人はバイクが壊れてるから俺ちゃんと送ったんですよね。うい。いやでもね、本当山田先生の時なんかわざわざ山田先生の秘書さんと元同僚の方が私の、ね、知り合いでいたんで、その人に山田先生に取り付いてください、お願いしますって言ってからやってね、で電話番号直接山田先生 の電話番号を聞いて大丈夫に出ましょうって言ってから、ね、送ってやったらね、あざっすあざっす。おー、いやでも感謝も伝えてるじゃないですか。これ以上何を求めてるんですか。体を求めてる。もしかしてハーブの方ですか。いや今度ね、エッチ G 大作ちゃん連れて、LGBT のイベントちょっと告知は遅れてしまったんですけど、私ピンクドットって沖縄ピンクドットがあるじゃないですか。ピンクドット沖縄ですね。あれ別にものすごい排除してるんじゃなくて、私支援してる立場なんで、なんとね協賛企業がつきました、あそこ。ほう。その理由がピンクドットの周りをうろうろしてた朝鮮人が代表者の団体が撤退したからなんですよ。おお、やっぱりあっち系の連中がうろうろしてたわけですね。そうするとやっぱね、どうしてもそういう人権問題なのに変なものがいっぱい入ってくるからつって協賛をためらってた団体っていうのが結構あったんですよ、団体とか会社っていうのがね、だからその、もうその某その朝鮮人の団体が抜けたから、じゃあ安心して企業側も賛同できますよつってスポンサーがつきました。本当に昨年まではね、この革新姿勢のところとかもこの LGBT は積極的にね前に出してたのが、最近もほとんど目にしなくなりましたよね。なんでか分かります？これなんでなんですかね。やっぱりね、沖縄で左翼というか人権を求めるイコール反基地運動につながりやすいんですよ、むしろそれをネタに反基地運動に引き込んじゃえっていう勢力がいたんですけど、 LGBT の方ってね別に自衛隊とか米軍反対じゃないんですよ、なんでか分かります？なんで反対じゃないか分かります？僕言われた時に、あ、そうなんだってものすごく納得がいったんですよ。なんて言われたかというと、そのあるゲイの方に言われたんですよね、自衛隊についてどう思うかって聞いたら、米軍についてどう思うかって聞いたら、米軍自衛隊あんなムキムキマッチョのイケメンがいるのを反対なんかするわけないでしょって言われて、ああなるほどって思って、あ、ケツの穴の話じゃないですよと思って、先生俺言おうと思ったこと忘れちゃったじゃないですか。ちょっとじゃあ、いや皆さんその大好きらしいんですよ、ムキムキがそのシュッとしたかっこいい男連中が言う自衛隊米軍なんか絶対反対するわけないでしょってものすごい言われてあ、言われてみればそうなんだと思ってだからね、実を言うと某元首相とかその人権団体の
代表が某元首相ですね。そうそうそう。もう十二三年前だから。クルッポ。クルッポですか。もう某元首相です。某元首相ですね。が、はい、あの例えばその LGBT の段階で偉そうになんか横断幕持って乗り込んできた時に、その LGBT の集会にいた時に起こったアクションっていうのが。あれじゃあ、カーエレって追い返したんです。アニマルさん。あの変な自己 PR の動画を YouTube に載っけてたあの方ですよね。はい。でまあね、あのなんでそれに至ったかというと、やっぱりあのいたんですよ、元代表に。そこの団体のね、元代表に左翼のね、あの人間がいたんですけど、まあ電話してた。アニマルアニマル。で揉めて。揉めた。まあここまでにしておきましょう。もともと茶碗で、そのなんていうの、はい、ということでかなりコアなお話でございました。いやでも本当に最近はこの LGBT のお話全然聞かなくなったんですけど、やっぱりそういった理由が、ね、沖縄ピンクドットを応援します。はい。保守系としては信じられないって言われる。じゃあ大作さんのようなムキムキはじゃあモテモテですね。大作ちゃんはあのデイにモテるらしくて。モテないモテない。いや、LGBT にですよ。だって おかしいでしょ、あのほら奥さんの DNA を継いでるくせにモテないって。うるさいよ。あのね、奥さんの一番のタブーの話っていうのはね、やっぱね、女関係なんです。うるさいよ。いや、ほら。まずいとこはピーピーってはは、あのお互いピーベ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 ーピー、いやこの間ピー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 、お願いします。ピーだってダメですよ、ダメですよ。俺はいいですよ、知らないですよ。いや俺は知らないですからね。結構ね、俺は知らないっすよ。奥さんね、そこのところちょっと結構自慢げでしょ。知らない、知らない、知らない、俺は知らない。なこれあの、俺は知らないっす。辺野古の埋め立て土砂よりやばいやない。知らない、俺は知らないです。あのね、今度はあの来月、来月第1週か第2週の水曜日、夜桜亭があるじゃないですか。あれに、俺と大作ちゃんと坂本さんが酒飲みながら、生で出る番組でやるんですよ。おお。第2部。マジ第2部。これ言っていいの？知らないよ。告知しとけいいよ。もう酒も届いてるんでね、ワインは届くわ、焼酎は届くわ、青森は届くわ、ビールは届くわでね、もうやる気満々なんですけど、っていうか番組で言ったじゃないですか。私はそんなに。あ、俺聞いてた。間違いなく放送事故なんで。対策さんが意外とね、またいいネタ喋るかもしれないですね。それもう喋りますよ、本当も。ネタないっすよ、僕。でももう本当はもう大作さん今あの全国ですごく注目されてる人ですね。そうですよね。いやね、実はそこで一個だけね、あのまだ言ってない企画があるんですけど。本当に黒幕じゃないですか、ね。大作ちゃんの辻中島渡んじレポートっていうのをやるんですよ。何ですか。辻ね。辻から始めて TG 中島和丹寺新町、あ、なんか聞いたことない。鹿町カンパチ栄町じゃないの。あれなんかどっかで聞いたことない。いやじゃあ対策さん相当お金使いましたね。今まで。え、どういうことですか。いや使ってないですよ。ドライブ行ったでしょ。ドライブ車あったら あの見はしましたよ。俺も初めて行ったよ。まさか終わってた助手席にあの金色の像を乗せないじゃないですか。そんな今の韓国のバスみたいなこと言わないでください。ディスカウントヘルス、あでも大作ちゃんが行くところで大体ディスカウントヘルスなんで、あのバイキングそういうフェイクニュースやめてもらっていいですかね。あのどういう裏付け情報なんですか。前いつも言ってますよね、裏付けがどうのこうのって。そうですよ。ダメですよ、こういうの。先輩中央の、はい、90分で6000円のコース。知らんかな。昼なんでね、昼行くんですよ。早坂さんの人じゃすごいんですから、ほんとに。
もう水曜日桜の収録が終わってそそくさと出かけると思ったらそういうとこ行ってた。はい、はい、フェイクニュース。はい、フェイクニュース。収録終わったらまず大作ちゃんドンスペでしょ。まずそれからでしょ。まあドンスペ行って勢力を高めていく。なんかいつもねなんか大体ね2週間に1回ぐらい友達に会いに行くっつってから渡辺の方にあ渡辺辻の方に聞いてくる。行かないっす。あれその後千日で全財布って帰ってくるんでしょ。え千日？なんすか千日？売りまた違う違うナファン中じゃないか分かんない。俺知らないですよ何も。そうだドンスペもちゃんとした店名言わないと超誤解されるから。あそういうコースがあるんだみたいな。ああなるほど。あそうかそうかそうか。どんどんスペシャルです。どんどんって。はいもうかなり出来上がっております。ドンスペってやばい。まあでも。黒幕っていうのはこれで間違いないですよ。はい、皆さんもだからモンさんそういうのはダメですよ。前から言ってるじゃないですか。あの黒幕大作がなんとかかんとかでずっと言ってますけど。フェイクですからね。彼の故障。いや全部あの情報を持ってくるの大体大作者なんで。本当ですか。そういうすごいですね。なんか大作さんもしかしたらもう。HK 仮面の人気抜いてるんじゃないですか。誰ですか HK 仮面。あんな素人童貞の人気なんかもうどうでもいや今日も来てたらちょっと笑えたんですけどね。多分見てると思いますけど、ね、HK 仮面今日見てますよね。HK さんおーい HK さん HK さん出てこないのかな。お前今日久しぶりにあのツイッター更新してたお前だよお前出てこい。怖え。アプリだ。しっかりチェックされてますね。ありましたね。で対策さん、はい、あのこの前あの南朝鮮の方に行って、はいはい、素敵なレディーと一緒にツーショット写ってたんですけどあれ一体何なんですか。あれですね告白したんですかね。告白はしてないんですけど、うんまあ、あの日本大使館前にですねなんかずっと日本大使館を見つめている女性がいるらしくて金色の金色に輝くそれの実態をちょっと見てこようかなと思って。あ実態調査ですね、はい、当然お金渡して連れ出したんですよね。いやそれがうんともすんとも言わないですよ。動かないんですよ。一応車には乗せたんですかね。いやだから彼女なんか動きたくないみたいな感じで。でも最近バスに乗ってますよ。総仕方とされて、はい、なんかちょっと傷ついた。なんかあの仲間の人はあの袋かぶせたって前に。あ大将ちゃんあれ、うん、あれねそうなんあれ人形らしい。いやうちにねあのあれのレプリカがあったんですよ。でっかいやつ。でっかいやつ、はい、原水だ原水、はい、よくなんか天下がそっくりはまりそうな穴が開いたもん。でその日本大使館前に、まあ、いて、まあまあ、その彼女のことを、まあ、わー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 言ってる人たちがいるっていう噂を聞いたんですが、まあ、実際見に行ったらもう全然誰もいなくて、でまあ、あの奥氏にあの話をする聞くとですね、あのその水曜日の停滞橋のデモの時にしかこの日本大使館前には来ないらしいんですよ。あちなみに何て名前の人ですか。え誰です。彼女、うん、分かんないですね。そこちなみにあのバスね最近乗ってるらしいですよ。あのらしいですね。それもねあの勘違いしてもらっちゃ困るんだよ。あれ韓国人も知らないんだってあの情報。あの、ね、バスに乗ってることですか。そう。ほう。じゃあとソウル市内だけみたいな。違う違う。ほとんどの韓国人知らないの。本当に水曜日だけっすよ。本当に。だから沖縄と一緒なんですよね。結局あのそんなみんな興味ないんですよ。そうそうそう。一部の人間がわー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 言ってるだけ。ちなみに日本大使館今なんかあの建て替え工事でないんですよ。うんだから余計になんかその一人しかなんか見張りみたいなのがでもテントあるでしょ。そうテントがあってで徳島は韓国の地、うん、津島は韓国の地みたいな。いやあの僕の知り合いも停滞橋のがやった横断幕なんですけど、あの停滞橋ね本当ねあのちょっとあの向こうの左翼同士の連携で
さもこっちの国民はこう思ってる、さもこっちの国民はこう思ってる、はい、このこれでやってるけど、ほとんど変えなさそうなのよね。一応普通のうちなんじとして言わせてもらいたいのは、うん、山城の樋口って名前を知ってるうちなんじが140県民の中何人いるかっていうすごい疑問なんですよ。そうそうそう、そんなにいないし、あんなに報道はしてますけど、そもそもあの宜野湾あの評判悪いでしょ、山城、まあまあまあ、知ってる人間の中で評判悪いですよ、うん、あの左翼からも評判悪いですよ、うん、山城そもそも韓国人日本大好きだし、そうそうそう、ヒロイさん悪いんですか。悪いですよ、だってそうじゃなきゃあの宜野湾市長選挙の時に選対から追い出されないじゃないですか。そうですよね。まあ選対から追い出されたのニラオ君っていう下っ端もいましたけどね。いやニラオが言ってたじゃないですか。ニラオ君ね、ニラオなんかね、あのものすごいフェイクニュース飛ばしてたでしょ、はい、あの今回のひき逃げ事件、基地の中出てきた車に引いたって引いたっつってから、でツイッター消してますね。いや、ニラオのツイートを確認してたら、はい、あいついつもほらお金がも活動資金がそこを突き落としますね。そうそうそう、じゃあ仲間がついバラしてたんですよね。もうあと1000円しかありませんって。マジですか。スクショ撮ってます、月曜日使ってください。1000円月曜日楽しみだ。1000円悲しいやろうですね。ああ、これ確かに僕ちょっと職場は言えないんですけど、はい、でもガナーさん、ガナーさん、はい、意外と知られてないんですよ。そんなもんですよ、はい、まだまだまだですね。知られてたらもう議員になってます。そうですよね、はい、アサンスローファーム、うん、沖田の、はい、え、そういうお店あるんですかっていう人も結構多いんですよ、ね、まだまだやっぱりネットっていうのはやっぱり既存メディアの力にはまだ及ばないところはありますね。だってテルヤ監督さんがあんまり情報仕入れてないから知らなくて、カナンスローファームに来て与田さんに激励して帰ったんでしょ。事件後ですか。事件後に頑張ってね。そんなもんなんですよ。あのよく YouTube の再生回数で YouTuber が 何万回とかいるじゃないですか、うん、政治ネタなんか絶対再生伸びないですもん。なんかこうみんな、みんなだからあのファクト の, あの山城優の暴行動画があれ100枚いったのとか、そうですよね、すっごいことなんですよ。いやあれも、まあ、最初はね一部だったのを全編ノーカットで放送しましたからね。あれお見事ですよ。でも本当にあれだけね沖縄の新聞が持ち上げても人気出ないんですからね。あ、対策さんまた行くんですか。遅いね。絶好調ですね。いや遅いですよ、なんかゆっくりだから。ちょっとやっぱりネットと現実の白衣ってんじゃないですけど、すげえ飲んでた気がします。言っちゃ悪いですけど、ネットの影響力が強くなってきたって、それでねうまくいった例もあれば、やっぱりね影響は少ないんですよ。本当に少ない。だからこれをねどれだけやろう。糸満にイヤホンはいないですよ。あ、本当ですか。いや実はまあいいや、そっちの話に流れるかあるんですけど、ネットの影響力が本当まだ少ないです、全然。どこ選挙の時感じますね、それはね。それをね影響力かける現実を一番うまく使ったのっていうのが和田政宗議員なんですよ。こっちかで面白い話。ニコ生で和田政宗チャンネルやって、チバーバ倒したでしょ。チバーバだったっけ、誰でしたっけ。そうそうそう、まあそんなもあったんですけど、実を言うとね、以前ね私ある人のつてがあって、もう60代の一人は在日のおばちゃんに相談を受けたことがあるんですよ、在日朝鮮人の、ね、うん、その人ね最近もう息子もいて孫もいるんですけど、ほとんど自分が朝鮮人ということを考えずに生きてきてきた方で、そういうおばあちゃんが孫と LINE がしたいためにスマホに書いたんですよね。おで、こうして調べてみて、たまたま、あ、そういえば私在日朝鮮人だからとかそんな意識せずに調べてみたら、最近でもものすごい罵倒がネットに並んでるって。だから私殺されるんじゃないかっていうことを私の友達に相談して、まあ、今40代の女性なんですけどね、うん、相談してクリリン、それ
こんなことをびっくりしてる人がいるんだけどちょっと話してくれって言われて、うん、電話したんですよ。したらいろいろ、ま、なんとかいろいろ聞いて、あ、この人本当ただ単に普通に生きてきた人なんだって、何も考えてなくて、自分が在日朝鮮人だって言われても、あ、ふーん、別に、ね、民族学校を通ったわけじゃなく、まあ、通り名はあるのがそれが当たり前、別に自分が挑戦して意識しせずにもう何十年も生きてきた人が初めてスマホを持って初めてネットの世論に触れて、えって私たちってそんなに嫌われてるって、これからどうなるかどうなるのって心配してたから僕は一言言ったんですよ。あ、問題ないです、それじゃあのネット以外じゃ何もできないですからって言ったんですよ。そうすると、あ、そうなのって言われて、じゃあ現実に日本人が在日朝鮮人だからって襲ったケースって今までありますかって言ったら、思い当たらないって言うんだよね。俺ですか、まあ、そんなもんです、そんな日本はそこまで荒れてませんから大丈夫ですよって気になさらないでくださいねって僕はこう言ったんですよね。だからもうネットの影響なんか、そう、これはこの程度なんですよ、所詮。これをね、どれだけ変えていけるか、またはこのネットの影響を気にしたテレビ局とかをどれだけ変えていけるかでこれから変わると思います。すべてがそれなんですよ。結局うちら政治の話なんか誰もしたくないんですよ、実は。本当はね。だって沖縄に行ってね、もっとやる、でも多分、ね、伝えたいこといっぱいあるんですよ。やること今言ってるのだから、言い間違い募ったでしょ、ね、沖縄に来てわざわざで政治の話なんか誰もやりたくないっつってその通りなんですよ。俺らって俺だって釣りしたりとか浜に行ってヤドカリ捕まえてとかそんな話ばっかりしたいんですよ。したいんですよ、子供たちのいい話とかね、うん、日米交流の話とか、うん、笑顔になる話いっぱいあるのに、それみんなぶち壊してるのがあの連中ですからね。そう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 、3分の1じゃなくて、あの別に僕たちしたくてしてるんじゃなくて、せずに入れないからしてるだけじゃないですか。中学校が高校だったとかね、あの笑顔さかほらね、テドコンさんも、僕はテドコンさんがこういうことやってて、それをネットので調べてみて参加してたらこうなっちゃったじゃないですか。はい、感染してしまいましたね。 そのきっかけが何だったかっていうと、仕事で何年前かな、オスプレイが初めて配備された年の2012年の普天間記事だったんです。ひどかったですね、あの時はね。あの時にフェンスクリーンは日曜日やってるっていう情報を得たんです、はい、そして実際日曜日に普天間基地の野崎ゲートの前に行ったんですよ、ね、あのフェンスクリーンが行われて行ってみたら、オスプレイが配備されて追加配備されて次の日でものすごい200人ぐらいいましたよね、ジジババが。ああ、そこでこうやってたんですよね。でせっかくフェンスクリーンに来てテープ剥がしに来たのに帰っちゃうのもったいないじゃないですか。もったいないです。はい、もったいないから100人ぐらい残ってわーわーわーぐるぐる待ってたんですよね、いつもの通り。その目の前でテープ剥がしたんですよね。そしたらもう数十人に囲まれて一緒にしてわーって囲まれて、おじい連中がお前何やってんだわーってなったところで、僕もうスマホ持ってましたから、スマホ持って、おらジジイバばばこっち向けっつって、ね、ツイッターで晒してやるからこっち向けっつって連続で写真撮っていったんです。バカバカバカって、そしたらおじいちゃんおばあちゃんたちがさーっと引いていって今なんか向けてもかかってきますよね、慣れちゃって。あの頃はね、ネットっていうのが意味分かんなかったんですよ、怖かったんですよ、うん、その後ですよ。あーもうしょうがねえなって思いながら、こう一人で剥がす能力もの剥がせるものなんか限られてますから、まあある程度こう剥がしてしまって地面に置いてゴミ袋に入れてこうやって持って帰ってたら、あるお母さんと娘さんの二人連れにあったんですよ。中学生ぐらいの女の子と40代いかないかなぐらいの二人に会って、今日はフェンスクリーンはないんですかって聞かれたから、その時に尾長さんに会ったんですよ、ジュンさんね、ジュンさんに。その時に雰囲気が違うから剥がす側ですよねって言ったら、貼る側に見えるかみたいなこと言われていや今
でちょうど僕がねその時につけてたのが旭日付のリストバンド、ね、ありましたね、持ってましたよね、あれつけてたから君は遠くから見ててもこっち側だとすぐ分かったよって言われてこっち側ですか、一応聞きたいですけど、うん、あのお長さんですよ、ね、うんうんうん、知事じゃないですよ。あ、仕事は仕事はって感じ。スキンヘッド。でそういうことをやそういうやり取りがあった後にその親子連れにやって今日はもう危険だから帰った方がいいってクロス言ってますよって言われた。そうですかってそこで別れてね。でそれでもまだ初めて見る光景ですから。その時初めてだったんですよ。ガチでやってる反対派の運動っていうのは。はい、5年前か。でその時にずーっと見てて遠目で見ててはっきり分かったんですよね。宜野湾はそこまで、まあ、多いとはいえそんなにね外国人、うん、読谷とかに比べたら少ないんですよ。まだ市内に住んでるのは少ないけど、ね、そうそこで中学生ぐらいだったかな、女の子2人通ってて中学生ぐらいの女の子、白人と明らかに白人、ハーフじゃない、明らかに白人と日本人の女の子がこう2人で通ってて、そこを横を通ってる時にわざとらしく反対派の団体がヤンキー号砲を持ってたんですよ。明らかにその子たちが通るのを視認して、白人の女の子が通るのを見かけて、その時にね、ものすごいその白人の女の子がかわいそう、悲しそうな顔したんですよ。で横を見てみた日本人の女の子もものすごいおろおろした顔したんですよ。それを見て僕確認したんですよね。こいつら平和団体でも何でもね、ただのクズだと思って。クズですよ。実はその普天間基地の近くに普天間高校があるじゃないですか。でそこに、通ってるハーフの女の子から前にメッセージがあって、この通学のために向こう通るらしいんですよ。するとここのゲートのところでわーわーやってるジジババガたちがいるんですよ。その女の子にもう見た目やっぱり外国人、つけてるのは日本の高校の制服ですよ。したらアメリカを帰れヤンキーゴーもっつって大声で怒鳴ってきたって言うんですよ。そしたらこの女の子はもう泣きながら、私はこんな姿してるけど日本人ですってか、嘘言うなお前はアメリカだろう、国に帰れって言われてから、すごいもうショック受けて学校にそのまま行ったっていう話聞いてね、この連中っていうのはもう平和と言いながらやってることは全然違うことやってんよなと、ね、ありましたね。大山ゲートの近くの家でイギリス人とのハーフの子供がいるんですよ。お父さんが日本人、お母さんがイギリス人で、うん、その子供に向かってあいつらヤンキーゴーホームって言うんですよ。考えられますか。でこの子供はですよ、だって朝通学の時家の前に出ると例のジジババたちが顔を隠してヤンキーゴーホームって棒振ってるじゃないですか。変なカカシも置いてね、怖くて出られないんですよ。するとどうしたかというと、家の裏庭のブロック塀乗り越えてですね、草むらに降りて、そこから草むらを歩いて道路に出て学校に通ってたんですよ、ね、子供たちにこんな思いをさせる平和運動って本当にこれが平和運動なのかなってね、私思いますけど、なんかやってることがなんか本末転倒ですよね。本末転倒ですか。テトコさんもあの時見たと思うんですけど、そこで父親がたまりかねて反対派に物申したじゃないですか、はい、うちの息子はイギリス人とのハーフだけど、目の前取るとお前らがヤンキーゴーホームってものすごく怯えてるから、結局一人で高校行けなくなったから、お父さんのバイクの後ろに乗って行きましたよね。送って行ってるんですよ。その時にそれを反対派に訴えたんですよ。したら反対派がなんで返したかというと、俺たちに怯えさせる教育をしてるなんて親のお前が悪いって言ったんですよ。子供を脅してる人間の方が100倍悪いに決まってるの。そう言いましたね。これが反対派ですよ。あのメガネのおじいちゃんの名前何でしたっけ。スリアル大城ですか。大城が、はい、大城4人か 3人か4人ぐらいいて、います。どの4人、はい、大城かは分からないですけど、本当にそう言ったんですよ。親の教育が悪いって言ったんですよ。言いましたね。私たちを怯えさせるようなことを教えてる親のあんたが悪いと。
言ってましたよね。もうあのたかだか僕ナイチャーですよ。ナイチャーで沖縄の歴史も知らないで、ただ単にあの、まあ、正直言うと季節労働者の沖縄出身の彼女と知り合って沖縄に来いって言われたから来ただけで、の人間がそれ見てもちょっと我慢ならんっつって動き始めた結果の5年後が僕ですよ。ありがとうございます。火ついたら燃えますかね。その時にねちょっともうあのその後もね数々ねはぁって思うようなことはたくさんありましたけど、出発点それなんですよね。でテトコンさん多分言っちゃ悪いですけど忘れてると思うんですよ。忘れてると思うんですけど、あの本当は5人兄弟だけどそのうち3人来ますよね。あるハーフの子供たち、あ来ますね。あの子たちが僕とかテトコンさんに言ったこと覚えてないでしょ。いっちゃん最初に来た、はい、覚えてない、覚えてないでしょ。そのなんて言われたかっていうと、その子たちってであのお父さんを送って、まだ全員ほぼ全員があの小学生以下なんですよね。その時に反対派に目の前飛び出されて車をバン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 叩かれてるんですよ。隣あの助手席にお父さん、あのもちろんあの何人でしたっけね、プエルトリコじゃなかったですか。エイガさんはあプエルトリコ、プエルトリコ系ですよね。そこからあの海兵隊に入ってそこで永住権獲得してるんですけど、そこで奥さんが日本人なんですよ。で小学生以下の子供が3人後部座席に乗せて、そして普天間基地の大山ゲートからお父さんを送るために基地の中に入っていこうとして、そしたら反対派が突然来て目の前に立ちはだかって、窓ガラスだのフロントガラスをバンバン叩いてヤンキー合法みたいな、そういう経験を受けてるんですよね。そしてそれがあのその後に僕はちょっと遅れて入ったんですけどハート国やったじゃないですか。そこで参加するようになってメンバーとして後でね参加するようになって、僕が言われた言葉が、僕もテトコさん横に立ったけど多分忘れてるんですよね。あのなんて言われたかというと、あなたたちは子供たちにとってスーパーヒーローですって言われたんですよ。何時からでしたっけ。言ってましたねこれね。そう、あのなんでかっていうと、もしあなたたちがいなければ私の子供は半分日本人でありながら日本人が嫌いなままだったって言われたんですよ。ちょっとたまんないでしょこんなこと言われたら。これとね、あのクリリン同じことを嘉手納のゲートをあの通るお母さんに言われたんですよ、はいはい、でこのお母さんがこのゲートを通ったり、あと子供はこのスクールバスに乗って入るんですよね、はい、するとそのスクールバスに対してもヤンキーゴーホームとか変なプラカードをね掲げて像をぶつけてくるんですよ、はい、でこのお父さんがアメリカ人でお母さんが沖縄の女性 でこの子供がお母さんにこう言ったんですよ。お母さんごめんねと、どうしたのって言ったら、あのね僕ねもう日本人のこと嫌いになっちゃったと、ね、日本人であるお母さんに息子がこう言うんですよ。日本人のこと僕嫌いになっちゃったと、どうしてって言ったら、いつも学校に行くときにあの人たちがいるからと。すごいのお母さん悲しそうな顔してもう私は話してくれた。でもその後に、でもねボギーさん、あなたたちが来るようになってからうちの息子たちはいつあの人たち来るのって言って、いつもねなんか期待してるんですよと、本当にありがとうございますって言われたんですよ、うん、そして大山ゲートでも今でもそうなんですけど、あのちょうど8時7時40分ぐらいに通る1台 の車があります。その中に小さな子供が兄弟で乗ってるんですよね。で我々は基本的に大体金曜日とかにハートクリーンしてるんですけど、平日月か木にこのレイシストがいるときは
子供たちはもうガラスをね全部上げて、うん、後ろの後部座席にうずくまるようにしてこの通りを通るっていうんですよ、怯えてから、はい、ところが金曜日私たちがいる日になると子供がお母さんにお母さんあの人たちいるっていうことで今日来てるよって言ったらなんと窓を開けてですよ自分たちに一生懸命手を振っていくっていうんですよ。ハートグリーン言ってるとねもう本当に子供たちが満面の笑みでこうやって振り返してくるんですよ、うん、じゃあ普段どうやってやってるのかって言ったら そうなんですよ、その反対派の反動で我々も大したことやってると思わないんですよ、ただ手振ってうちはこう振ってるだけですよ、笑顔でね、なんでそこまで喜ぶかというとその反動があるからなんですよ、うん、反対派の自分たちが憎まれてる存在だと思い込ませてるじゃないですか、あいつら。もうそれがね許せなくて、それをね女子供にまでやっぱり憎悪をぶつけるっていうのはね、これはまず反対賛成云々の前に人としてどうなんだよっていうことになるわけなんですよ。で我々は彼らみたいにこういった活動してニラ配ったりとかできないですよ、ね、ニラなんか配らないし、ありましたよね、うん、あいつらいつもね終わった後は有公園っていうあるんですよ、米軍提供区域の米軍が借りていながら市民に提供している区域っていうのがあるんですけど、そこでねいつもね反省会議みたいなのやるんですよ。そこで数人の幹部残して全員が帰った後に軽自動車が来て来ましたね、茶封と一人一人渡すんですよ、こう。そしたらねもうなんかやっと肉が来たみたいな、浜比嘉島に住んでる2回ぐらい逮捕歴があるような男が若者に対してですよ、配ってるの若者ですよ、ものすごいうやうやしくこうやって頭下げて茶封と受け取る取ってるシーンがあったじゃないですか。ありましたね。結構ハードな。ていうかこの写真ね、ロバート博士が写真撮影してたんですけど、持ってないんですかね。多分本人忘れてるでしょ。ツインベースで。持ってると思いますよ。ツインスケベースで。うん、でこの件は私正したんですよ。あんたたち頭下げて何もらってたのって言ったら書類だって言ってました。この前どうもライブ。まあいいんじゃないですか、もう書類って言ってるんだからね。まあでもニラもらってるのは確実ですからね。まあ、まあそうですね。ニラももらうし。茶布団ももらう。茶布団もらう。近くの他人の畑で収穫したパパイヤももらう。そうですよね。人のパパイヤ。リクエストなくてもフルチンでベース。泥棒だとかものすごい怒ってましたよね。近くの人。だとベースで隠します。でも本当にクリリンこのハートクリーンやらなかったらこのアメリカ人っていうのは沖縄嫌いなまんま沖縄離れた人いっぱいいるでしょうね。いっぱいいたでしょうし、うん、正直言って一覧人にいるんですよ。何回もそういう投稿を見フェイスブックなんですけど投稿を見てきたんですけど、旦那と結婚して沖縄離れてアメリカに住んでる一覧人の人女性が沖縄に帰りたいけど今いる子供が今沖縄に帰ったら反対派にどんな目に合わされるか分かんないから怖くて帰れないって言ってたの。投稿なんか3、4年前相当ありましたよ。ああもう一人二人じゃないですか。あと沖縄在住 の奥さん、旦那さんがアメリカ人の奥さんで、はい、子供連れて沖縄のスーパーに入ったら見たこともないジジイが近づいてきてですよ、お前らアメリカ人は国に帰れ、何しに来たんだって言って怒鳴られたって言ってから、もうお母さん怖くなって次からも買い物に行くときには、はい、子供を家に置いて出ざるを得なかったと。あとありましたね、あと高速で走ってる時前にノロノロ運転されて、そう割り込まれてね。であと、うん、コザの町でも走ってた突然空き缶投げつけられたりとか、むちゃくちゃですよ本当に。唾吐きかけられたって言ってましたよね。あとあの人だったかな、お盆2015やってる人たちも来ましたよね。あとね、カデナでは家の壁にスプレーでヤンキーゴーホームって書かれた人もいるし、自家用車、沖縄では軍人軍属 Y ナンバーだからすぐ分かるじゃないですか。自家用車のフロントガラスにちょうどこれ2012年オスプレイが配備された頃ですよ。アメリカを帰れとヤンキーゴーホームって書いたビラをですよ、ノリべったりやられてガラスに貼られてたって言うんですよ。
最近ね、本当にこの反対派のやることって常軌を逸してますよね。反対派って結局ね、あの平和平和なんとか言いながら、ね、結局どうしようもないレーシストなんですよね。だってわかるでしょ、あの反対派から島袋文子に対する批判なんか一切聞かないじゃないですか。島袋文子なんて言ってます、去年のあの米軍族、まあしょうがないですけど、米軍族による殺人事件を受けて、なんて言ったかって言ったら、クロンボって言ってるんですよ、黒人を。クロンボって言ってましたね。クロンボ、同じ皮膚のに、同じ皮膚を持った人間がやったんじゃないかって言ってるんですよ。これはっきり動画で残ってますわ。信じられる？これ。今アメリカでなんとか将軍のね、リー将軍のアルフォンソを倒そんなレベルじゃないやつを、平和のいかにもあの平和平あのマドンナですよ、沖縄基地反対運動、そうやって持ち上げて注意する人間が一人もいないんですよ。みんな持ち上げるばっかりでね、新聞だってそうだし、問題する周囲の人間なんて本当に一人もいないですからね。だけど本当にこの2012年以降のこの沖縄に住んでるアメリカ人、その家族、奥さんたちっていうのはすごい傷ついたと思いますよ。今でもそうじゃないですか。だから、うん、あのだいぶマシになりましたね今。だって今晒されますからね。そういうことをした瞬間にうちらが見つけて、そうガンガンやりますから。でこれね、近いうちに、はい、あの一緒にちょっと国頭村行こうと思うんですよ、はい、あいつらがあの指摘検問してるところ突入しようと思って、あ国頭の仕切り場行っときますよ、はい、高江の騒動で第1号に逮捕された人間は国頭に住んでる日本人じゃない人です。日本人じゃない人ですね。はい、言いましたね。キム、大丈夫じゃん。はい、せーの、キムキムキム、こう、はい、のうち。なんであっちの国系が多いんですかね。本当に困ったもんでございます。はい。だから刑事選挙。またキムです。そうです、キム。この孫踊ってたのもキムギガンっていうのが踊ってましたしね。三浦俊一と一緒に映ってましたね、セリフの方。はい。キムさん、なんか。キムチョミンっていうのもなんかキムチミョンチミョンでした。あのキムチミョンさんを朝鮮人がっていうのは間違いです。あの人は日本国籍持った日本人です。父ちゃんが在日なだけなんですよ。あ、在日ね。だからあの日本好きじゃないんですね。でもまあ、いやでもね、あの広くあの朝鮮人とか韓国人だからってことで考えないでほしいんです。あれに腹立ててる人間っていうのは要はなんサイレントマジョリティなんですよ。在人の方でも大半は普通に何も考えずに生きてる日本人と一緒なんですよ、うん、今度まあ、カラス2機来ますんで、沖縄来るって言ってるんで楽しみに待ってますけど、まあああいうね、だって大作戦のほら大作戦の父ちゃんだって目指すところは韓国を滅ぼそうとかそういう気持ちじゃないでしょ。あ、じゃないですよ。日韓が正しい敵に対して共同で迎えるようにするのが目標でしょ。敵は日本にいるとおっしゃってましたよ。だからうちらも日本人韓国人関係なく、まあ、言って悪いけど共産主義なんかもう全員ボコボコにしたいと思ってるんです。共産主義を憎む心に日韓の国境なんてない。いやもう世界中の国境もなかなかない。そう思想は自分でそうなったけど国籍なんかは自分で選べないじゃないですか。まあ皆さん 赤をぶち倒しましょう。赤を、はい。まあでも今ここにいるメンバーはあのネットだけで吠えてるメンバーとは全く違います。あのいわゆるネトウヨっていうような方々とちょっと経路がやっぱり違う、まあ、自分ではネトウヨって言ってますけどね堂々とでもリアウヨっていうんですか、なんていうんですかね。違いますよ、以前僕言われた言葉なんですけど、
お前はネトウヨだって言われたら、はあって、最初はこんな感じなんですよ。お前はネトウヨだなんだって言われたから、ネトウヨって何なんだよって言ったら、ネットを駆使する右翼のことだって言われて、じゃあそれでいいって。じゃあ俺はネトウヨでいい。大作さんもネトウヨなんですかね。いやー、ネトウヨって何ですかね。ネットを駆使する右翼。あ、ネット、あ、でも駆使してないけどな。じゃあただの右翼。右翼左翼は主観的なものですから、ネットを駆使するって意味だけは、まあ、大作さんはということは、ま、ネットを駆使する左翼もいるわけだね。そうですね。そうそう。でも彼らはネット左翼って呼んでパヨクって言われてるんですよ、ね。いや、あんまりうまくいってないからですね、向こうは。ですよね。ジジババだし、はい、ジジババだし、ジジババ基地引き取り論とはあの完全撤去論で揉め始めてるし、お金でも揉めるし、ね、お金でも揉めるし、はい、声が来てた大学の教授でネット基地、引き取り論じゃ、いや、ぜひ頑張ってください、協力しますって言われて遅いだってね、基地引き取り論つってもさ、手を挙げる自治、あの、いいですよ、じゃあ、辺野古がダメだと言うならば、ね、受け入れてくる、くれる自治体にね、持っていけばいいんですよ、わかるでしょ、受け入れて、まあ、あの、受け入れ表明している自治体一つありましたね、自治体っていうか場所が。この番組で大阪がどっかあったんじゃない、うん、辺野古がいいですよって言ってるから、ああ、じゃあ辺野古でいいじゃん、うん、ですよね、容認という立場で。大体ね、タイムズとかもなんかもうひどいですよね。1960年代の昔の新聞とか調べてると、基地交付金で地域が発展してますよってバリバリ言ってるんです。中学校の 次がハンセンでしたっけ。そう、だから昔の辺野古っていうのは本当に陸の孤島だって言ってましたよ、孤島がね。いや、陸の孤島も何も、うん、FEC の、 あのヤギの格好してるやつなんか、ね、地域、立場ね、あの宜野湾市がやったイベントに来てて、辺野古が名護だと思わないとか、そんなこと普通に言ってましたよ。でもこの原点を探っていくと、基地利権を作ったのは伊江島の上原、あの、商工さんだよね。それってあれですか、今でいう訓練場の方ですか、うん、そうだよ、基地利権ね。伊江島なんかもう真っ二つだからね、自分なんかお前のいいところだから。だって伊江島なんかもう外潤ってるからね。半分が住民の半分、土地が半分なら住民の半分もものすごい、あの、グレニオに貸し出して、本島に近い離島でかなり潤ってるなったら、小学生の時に遠足で行くじゃないですか、うん、それですごい、あ、他の離島って久高島とか久米島とか、うん、ほら、赤島とか式もそうですけど、伊江島は別格で潤ってた感記憶ありますね。ジーマミーだけが売りじゃねえぞっていう、その違いがあるんです、うん、だってもうこの間桜で言ったけど、僕の知ってるおばあは伊江島で生まれ育って、で戦後何やってきたかって言うと、ピーナッツ国土を作って生きてきて、うん、米兵にだいぶ売れて、ドルから円に変わった時に金額数えたら2000万以上あったって。当時よ、当時です。だから72年当時ってことですよね。ものすごいでっかい家建てたって言ってたもん。すごいな。こういったのは全く今のメディアが取り上げないですから、ね、そうです。そのおばあって家島で生まれて家島で育って、うん、で、ね、戦前はちょっとなんか思って、お金払います、ね、能登の方に出稼ぎ行ったんですよ。おそこでそのおばあが言ってたのが、もう工場長さんに大変優しくしてもらってって、でそのおばあエピソードが多いんでちょっと一個一個語りますね。そこで能登で大切に育って、そこで、戦争が終わって、あ、じゃあもう沖縄に帰ろうって帰った時に、長崎の小串号っていうところに滞在したんですよ、うん、戦後にですね。そこの小串号で人々の噂になったのが、小串号の港で暴れる朝鮮人の姿だったんですよ。みんな注意喚起してたらしいです、ま、朝鮮人が暴れて通るだけでもうリンチを受けるから、そこは通るなっていう情報がそういうところで広まっていて、そこでおばあ沖縄に帰ってきました。家島出身なんで家島の収容所に入れました。伊江島収容所といっても伊江島にはないんです
海岸です、本部半島の、本部の海岸の本部にあるんですね、そこに入りました。1年前に大石さんとで家族全員無事だったらしいんですよね。で、ああよかったって言いながら、おばあは一人で近くの川に洗濯しに行って、これ3回目だと思う、こう洗ってたんですよね、洗濯してもう帰ってから。まあ収容所だから見張りの米兵いるじゃないですか。おばあ全然気づかなかったんですけど、こうしてふってしたら米兵がいたらしいんですよ、うん、でその頃沖縄県民の間に出回ってた噂が、米兵に会ったら若い女は犯される殺されるだったんですよ。おばあの腰抜かしてびっくりして、米兵と一体して腰抜かしてびっくりして、あーってなった瞬間、米兵がそのびっくりしたおばあにびっくりして、ふーってなって今日すごいよ、ふーってなって米兵タバコ吸ってたらしいですね。そう、ポケットからタバコ出して、落ち着け、吸うかって言ったらしいですよね。大井さん迎えに来たおばあは恐怖のあり、寝てたらできればこうしたらしいんですよ、15分くらいまでには。そしたら米兵何を勘違いした、10個くれに見えたらしくて、これめちゃやばいね、ちょっと待って、ちょっと待ってっつって、バーって自分の大社まで帰って、カートン抱えて帰っていったんですよ。かわいいですね。そしておばあに渡して、おばあは 何の意味もわからずに、収容所に帰ってきて、男、あのおじちゃんたち連中に、何でお前タバコ持ってんだ、そんなもん持ってんだって言われて、いや分かんないけどつって、おじちゃんたちに渡して、そこからしばらく英雄扱いだったらしいですよ。これもね、実はね、証言全部ね、僕 YouTube 上げてたんですよ、全部上げてたんですけど、左翼が通報したんで凍結されてますけど、もったいないことしてるなと。データはあるんでしょ。でもないっす、ない。YouTube に上げた後に携帯がぶっ壊れて全部飛んだす。凍結が解けたらじゃあ見れますね。見れます。これちゃんとでもやらないといけないですね。いやでも本当に今日も大変な、放送になりました。すごいですね。今日も123名の方々がお見えになっておりまして、はい、本当にいい話もどんどんやっぱりやっていきたいんですよ。沖縄はひどい話ばっかりじゃなくて、いい話もたくさんやっぱあります、まあ、そういった話が比重が大きくなるように、これからもね、私たちは、ネットの中だけじゃなくて、やっぱり現場で、行動でやっぱり変えていくっていうことをやっていこうと思ってますんで、ぜひ皆さんご協力お願いします。行動するって言っても、自分の嫌いな相手に、はい、道中でからこんなことしちゃダメですよ。そうそうそう、こういったことはダメですよね。さて、じゃあ今日の締めはですね、さっきからサーフを封してる黒幕の対策さん、やっぱり黒幕ですから最後締めてくださいよ、お願いしますよ。はいはい、中心に、はい、どうぞ。お疲れ様。何のひねりもない、何のひねりもない、これっぽって1ミリのひねりもないお疲れしたが、これじゃね、見てる人もね納得できないと思うんです。はい、もう一回、せーの、はい、黒幕じゃないですよ、お疲れ様でした。つまんないんで、もう一回やせーの。厳しい、三度目の正直。持ち歌披露さはいいや、何もし、なんすか、締めですよ。ああ、はい、なんか HK 仮面よりひどいですね。じゃあ皆さん、素人パーティーよりひどいって言われたと。最高級はい、ということで今日の放送これで終了します。皆さんありがとうございました。